かしアリオス・マクレイン、まさかあなたとこんな形で共感するとは。仕込みは十分だ。例の武術大会でも顔を合わせたが、肩を並べるのは国防軍の時以来になるか。あれからお互いいろいろあったようだ。継いだ聖女の魂見せてもらうぞ。ええ、こちらこそ風の牽制殿。ところか。速攻で沈めますわよ。打ち落とせ。みんなの目を。ここですわ。遅い。任せたまえ。行きた。任せるがいい。いざ。崩した。もろすぎますわ。蓮の番ね。えい。チャンスね。遅い。荒ぶる風よ、我が君に宿る。行くぞ。そこだ。今たち、落ち着けんぞ。我が剣は風、防ぐことはあたわず。当然ね。任せたまえ。
殲滅完了。先を急ぐとしよう。仕込みは十分だ。お宝ですわね。これはかなりの一品だな。さあ、仕込みは十分だ。よし、ゲットだ。それ、武器を逃すな。打ち落とせ。いいわよ。行くぞ。いざ。崩した。私の番だな。私の番ですわ。赤ぶれ黒龍陣。ええ、ここですわ。遅い。行きますわよ。参る。風まく日。行きますわよ。ここですわ。遅い。とどめですわ。なんて速さ。私の千倍特許が。精進あるのみだ。機能向上ね。レベルアップだね。まあこんなところか。面倒な仕掛けですわね。拘置所には過ぎた設備のようですが。前に支援課のお兄さんが脱走してから増強されたって噂ね。以前鳥籠に閉じ込めた時も苦労させられたものだったな。特に支援課か。ちょっと興味が出てきたな。行きますわよ。
行くぞ。いざ。後期、よろしく頼もう。了解ですわ。私の番だな。戦列完了。先を急ぐとし、まあこんなものだろう。当然ね。精進あるのみですわ。あるのみだ。精進あるのみですわ。機能向上ね。レベルアップだね。まあこんなところか。
込みは十分だ。それにしてもここ建物も家具も人形も何一つ可愛くない。限りなく0点よ。おお、まさかの C をも下回る最低記録。この地上に何を求めてるんだ。楽勝ね。ぶち落とせクリーマルレイド。狂気遅い。何の番ね。さあかぶれ黒竜人。何の番ね。受け付き合いね。遅い。参る。いざ後期。よろすぎますわ。私の番だな。生きた。だろうな、レイ君。了解。ええ。ぶち落とせ。みんなのレイド。私の番ですわ。勝機。遅い。荒ぶる風、我が剣は風、防ぐことはあたわず。まあこんなものだろう。さあ仕込みは十分だ。さあかかってくるがいい。ぶち落とせリンダルレイド。いざ後期。よろすぎますわ。私の番ですわ。ここですわ。遅い。行くとしよう。行くか。かまわね。私の番ですわ。任せるがいい。あなたかいいだろう。行きますわよ。ぶち落とせリンダルレイド。私の番ですわ。勝機遅い。行くとしよう。行きた。だろうな、レイ君。了解。何の番ね。付き合いね。遅い。参る。いざ崩した。よろすぎますわ。終わりだ。行きますわよ。任せたまえ。戦末完了。先を急ぐとしよう。精進あるのみだ。精進あるのみですわ。機能向上ね。レベルアップだね。まあこんなところか。さてと
時間が惜しいわ。急ぎましょう。では始めるとしよう。ぶちかませ、クリンダルルード。ここですわ。遅い。任せたまえ。行きな。任せるがいい。いざ。崩した。よろしく頼もう。承知。はっ。はっ。私の番ですわ。ええ。ぶちかませ。みんなのルード。ええ。ここですわ。遅い。行くぞ。風まくり。続けていくぞ。行くとしよう。行きますわよ。ここですわ。遅い。何の番ね。ぶちかませ。みんなのルード。いいわよ。チャンスね。おさ。マイル。荒ぶる風。我が剣は風。防ぐことはあたわず。まあこんなものだろう。当然ね。レベルアップだね。まあこんなところか。あら、面白そうな相手ね。それ、威勢がいいな。ぶちかませ、みんなのルード。はっ。行くぞ。いざ。崩した。行きますわ。行きますわよ。荒ぶる風。行くとしよう。何の番ね。ぶちかませ。みんなのルード。何の番ね。ドライブ開始。ええ、アークス駆動。行くぞ。
任せるがいい。触らないで、バラスコッペリオン。任せるがいい。あら、ありがとう。私の番だな。アークスクドウ。ええ。カジシオ。ありがとう。助かった。マイル。いざ。コーキン。弱すぎますわ。
任せるがいい。いざ。崩した。弱すぎますわ。ええ。燃え尽きなさい。ここですわ。遅い。荒ぶる風よ。さてとドラウグ開始。おかしい。返すとしよう。私の番ですわ。アークス駆動。何の番ね。アークス駆動。そりゃ任せるがいい。いざ。後期続け。承知。はい。はい。私の番ですわ。アークス駆動。私の番だな。まだまだ無理じゃ。ありえませんわ。は？行くとしよう。助かった。さてとドラウグ開始。任せたまえ。触らないで。バランスカッペリオン。任せたまえ。生きた。甘々で。受け取りたまえ。あら、ありがとう。甘い。いいわよ。アークスクロウ。マイル。マイル。アークス駆動。感謝しよう。マイル。いざ。いいわよ。頼んでませんわ。お返しし。返すとしよう。
参る。出動とダイヤントレージ。お返しし、返すとしよう。私の番だ。参る。いざ。後期。弱すぎますわ。何の番ね。付き合いね。おさ。大丈夫？私の番ですわ。触らないで。バラスコッペリオン。私の番ですわ。アークス駆動。とりゃ。任せるがいい。後期。乗らすぎますわ。荒ぶる風よ。ええ、キャッ勝機。遅い。任せとない。はっ、行きた。甘々で。何の番ね。いいわよ。私の番ですわ。返すとしよう。ええ、何の番ね。アークスクロー。任せるがいい。いざ。崩した。弱すぎますわ。とりゃ。大丈夫？それ。受け取りたまえ。あら、ありがとう。時間が惜しいわ。急ぎましょう。まあ、こんなものだろう。当然ね。精進あるのみだ。精進あるのみですわ。機能向上ね。レベルアップだね。まあ、こんなところか。宝箱か。
追い風か。打ち合わせ、インダムレンド。いざ攻撃。のろすぎますわ。私の番ですわ。勝機お願いしますわ。任せてもらおう。私の番だな。強化してあげる。殲滅完了。先を急ぐとしよう。十分だ。それ速攻で沈めますわよ。打ち合わせ、インダムレンド。いざ攻撃。のろすぎますわ。行くとしよう。行きた。私の番ですわ。大丈夫。返すとしよう。お返しし。ええ。勝機お願いしますわ。了解だ。なんて速さ。私の千倍特許が。何も速さが強さとは限らないがな。精進あるのみですわ。まあこんなところか。Yeah!
行くわよ。いいの。行きますわよ。行くぞ。行きますわよ。さあ、このまま先に進みますわよ。レベルアップだね。速攻で沈めますわよ。撃ち落とせ。いざ崩した。弱すぎますわ。任せたまえ。行きな。あまあまで。行きますわよ。勝機遅い。さてと、えい。荒ぶる風よ。行きますわよ。打ち落とせ。みんなの面を。私の番ですわ。ええ。さあ、このまま先に進みますわよ。まあこんなものだろう。これはかなりの一品だな。それ追い風か。行くぞ。打ち落とせ。みんなの面を。参る。いざ攻撃。私の番だな。行きな。あまあまで。そのカバンが私の首に当たらぬことを願うよ。精進あるのみだ。機能向上ね。十分だ。受け取りたまえ。あら、ありがとう。
時間が惜しいわ、急ぎましょう。当然ね。風幕引く。我が剣は風、防ぐことは当たわず精進あるのみですわ。レベルアップだね。まあこんなところか。バス、その仕込みは十分だ。
で進んできたみたいだけど。目的の部屋は近いようだね。ああ、急ぐとしよう。待っていてくれ。もうすぐ迎えに行くからな。しずく、迎えに来たぞ。娘さん？なるほど、目的は彼女というわけね。娘を預かっていただいて感謝します、イアン先生。ここが彼らに占領されたのが予想より早くてね。来てくれて助かったよ、アリオス君。これはどういうことかね。知らない面々もいるようだが、ここにいては不自然な人間が少なくないようだ。はじめまして、イアン・グリムウッド弁護士、ルーファス・アルバレアという。先ほどの質問だが、答えはすべて彼女にある。君は？私の名前はラピス・ローゼンベルクよ。そうか、そういうことか。ではさっきの言葉を訂正しよう。
よく来てくれた。君を待っていたよ、ラピス君。どうやら今回は当たりみたいだね。何事ですの？お父さん、あれは。雫、廊下へ下がっている。先生も避難を。ああ、どうやら落ち着いて話ができる状況ではないようだ。我は死なぬ。これってまさかエンペラーなの？なんか気持ち悪い。あの肩の形は彼が使っていたアーティファクトか。それにしては噂にしか聞いたことはないけど、あれはもしかするとアーティファクトの暴走かもしれないわ。周囲のものも取り込んで歪んでしまった得意点のようなものよ。見つけた。もはや人格のほとんどがアーティファクトに侵食され、わずかに残った執念だけで行動しているようだな。さすがにしつこい。こちらをすごく睨みつけていますけど、あれ、あなたたちの知り合いですの？非常に不本意ながらね。でもここで退治するしかない。元はそれなりの手だれと見受けるが、こうなってしまっては哀れなものだ。せめて一刀にて両断することを手向けとしよう。逃がさぬ最強域を。任せたまえ。打ち渡せ。みんなのルート。任せたまえ。参る。いざ。私の番ですわ。さてと。チャンスね。おさめ。おかしい。私の番ですわ。私の番ですわ。私の番ですわ。とりゃ。私の番だな。生きた。マイル。いざ。崩した。
さてと、アーカスクロウ。ええ。ここですわ。遅いぞ。は？行くとしよう。した部分が再構成しているぞ。不死身ですの？それよりこのままでは建物自体が持たないわ。つまり崩落する。このままだと。神童さん、武器を構えるがいい。奴はまだ動くぞ。狼が喋った。今はそっちに驚いてる場合じゃありませんわ。来る。
入る。いざ。崩した。隙あり。さてと、最後は。ビーム。私の番だ。打ち落とせ。インダムルート。私の番だ。私の番ね。チャンスね。遅い。何の番ね。ドライブ開始。任せるがいい。いざ。崩した。隙あり。受け取りたまえ。あら、ありがとう。いいわよ。ドライブ開始。任せたまえ。いいわよ。打ち落とせ。みんなのルート。よーし、とー。任せるがいい。いざ。崩した。隙あり。は。ビーム。さてと、アークスクロウ。それ。私の番だ。私の番ね。打ち落とせ。みんなのルート。よーし、とー行くぞ。任せよ。俺が行く。やるしかない。ないわね。触らないで。バラスコッペリオン。何の番ね。ドライブ開始。アークス駆動。どうしようかな。
ありませんわね。いいわよ。ドラウグ開始。私の番ですわ。キャン！は？任せたまえ。行くか。殺しますわ。私の番ですわ。アークス駆動。任せるがいい。いいわよ。アークス駆動。
行くぞ。アーツ駆動果たそう。まあ、こんなものだろう。当然ね。精進あるのみだ。精進あるのみですわ。機能向上ね。レベルアップだね。まあ、こんなところか。を破壊したまえ。俺が行く。君たちの因縁だ。君たちの手で決着をつけるがいい。ナディア、スイ、やっちゃえ。これで終わりだ。決める。亡霊はさっさとあの世に行きな。異様な気配を察知して追ってみたまでだ。まさかあのようなものが現れるとはな。私にとっては一瞬のような時間だが、確かに人の子には懐かしむのに十分な好印だったな。
私はこのように服役中の身だが、法律アドバイザーと仕事も多少は続けているんだ。単に拘置所の中で腐っているよりは少しでもクロスベルに役立てるようにと、マクダイル議長の配慮でね。ありがたいことだ。もちろんいろいろ制限はあるが、ある程度外界とやり取りできる端末も与えられていてね。拘置所の中も比較的に自由に動ける方だった。おかげで今回もなんとか雫くんをかくまうことができたわけだ。対戦が終結して間もない頃、ある日端末を通して何者かが私にコンタクトしてきた。エリュシオン、その存在はそう名乗った。エリュシオン。ここからが問題だ。動力ネットと活性化した霊脈、誰が意図したわけでもなく、この2つが影響し合った。交差するそれらが神経系の役割を果たし、そこに情報が行き交うことで、まるで人間の脳を大陸規模でシミュレートするような形になった。そこから独自の思考が生まれた。それがエリュシオンだ。
少なくとも再現することはできないだろう。我々人類は未だ完全に脳の仕組みを解明できていない。どういう構造でどのようにして意識が生まれるのかすら理解できていないんだ。だからこれはあくまで偶然の産物、奇跡のようなものなのだろう。幸いと言うべきか、エリシオンが果たした進化はそれだけではなかった。最初に話していたエリシオンが私との会話を求めたのは人間というものを理解するためだ。その対象にどうして私を選んだかはいまいち基準がわからなかったがね。会話を繰り返しているうちにエリシオンは人間の感情と思考パターンをもとにシステムの疑似管理人格を形成した。それが私。ラーちゃん、お前記憶が。まだ全部じゃないけど、話を聞いているうちに少しずつね。ずいぶんと静かにしていたと思ったらそういうことだったのね。いや、話を続けて。あの時もこんな風に君と会話していたものだったな。思えばラピスという名前も私がつけたのだったか。おお、ラーちゃんの名付け親。そうだっけ。君は名前など不要だと言ったが、せっかくこんな感情豊かな人格になったからと私が勝手に呼んでいた名でね。まあ可愛い名前だから気に入ってる。100点をあげるわ。だからどういう基準だよ。私にできる話はここまでだ。
その後は真相を求める誰かの来訪をこうやって待っていただけだ。わずかな期待でしかなかったが、ラピス君、君が訪ねてくることもね。さて、次は君の番だ。記憶は無事取り戻せたかな？うん、ほぼね。と言ってもイアンがほとんど話したから、私に話せるのは最後の部分に関しての補足程度だけだよ。最後の部分、一体エリュシオンに何があったのか。か、簡潔に言うなら乗っ取られたの。乗っ取られたですって？それほどまでに高度な存在が。か、一体誰に？それがわからないの。気づいた時にはすでに管理人格である私が攻撃対象になっていて、システムに消される直前だった。だから最後に一度だけ限定式収束未来演算を使って対策したの。対策？消される前に自分をシステムから切り離してヨルグ・ローゼンベルクの元に転送したの。彼にこの体の制作と、その後に現れるだろう C を名乗る者、ルーファスに届けるように頼むために。それであの予言のような依頼になったということか。まさか依頼者がラーちゃん自身だったなんて。しかし、なぜ私に？オルキスタワーのメインターミナルを通じて総督時代のルーファスを知っていたから。知らずのうちに私自身が観察対象になっていたということか。ルーファスだからこんな短い期間で私をここまで連れてこれた。他の人だったらもっと遠回りしていたと思う。何よりルーファスならきっとどんな方法を使ってもこの事態に立ち向かうと知ってたから。その計算は間違ってなかったでしょ？賢明な判断だ。しかし分からなくなってきたわね。エリュシオンを乗っ取って、かつ今回の事件を企んだ存在、該当しそうな人物に全く心当たりがないわ。もしやかの第六中ノバルティス博士が？それはないわね。博士自身も否定したし、彼がここまでするメリットもないもの。どうやらまだ最後のピースが欠けているようだな。だが今回の事件の全貌はこれで判明したと言えよう。そしてその中心に彼女がいることも。聞かせてもらいたい。君はここから先どこを目指し何をするつもりかを。そんなの決まってる。エリュシオンが乗っ取られた原因を突き止めて、それを取り除く。ついでにこのおかしな事態も終わらせてみせる。きっとそれが私、管理者ラピスの使命なんだから。そうか、ならば俺のやることは一つだ。しずく。お父さん。すまないが、安全な場所に送った後もうしばらく先生と待っていてくれるか？わかった。お父さん頑張ってね。あ、遊撃士協会所属アリオス・マクレイ、君たちのこの道行きに改めて最後まで同行しよう。私もここまで関わった以上最後まで見届けますわ。では我らは二人の安全を確保し、引き続き周辺拠点の偵察をしよう。ええ、
任せますわ。雫と先生のことを頼む。風の牽制からの頼まれ事なんて光栄だわ。狼さんも一緒に行くんだね。ああ、ロイドたちともまた会う約束をしている。このままそなたらと行けば、おのずと道が交わる予感があるのでな。人形工房で連携した。確かに状況を考えると、どこかで直接コンタクトを取る必要はありそうね。いやん、ラピス君、まだ何かあるのかね。ちょっと言い忘れたことがあっただけ。ありがとう、イアン。君に真相を伝えたのはエリシオンの存在を知る人間として当たり前のことだ。礼を言われるほどのことじゃないさ。ううん、そうじゃないの。今まで私とたくさん話をしてくれてありがとう。イアンがいたから私は今のラピスになれたんだよ。こうやってルーファスたちと旅ができたのもイアンのおかげ。そう言ってもらえるのは嬉しい限りだ。自分がしたことにちゃんと意味があったということだからね。あのね、もし私がちゃんと正しい判断ができる人格になれたんだとしたら、それはきっとイアンの中に正しさを求める心があるからだよ。だからもう怖がらないで。お見通しか。ずっと心の底で恐れていたんだ。自分は本当に正しいことをしているのか、正しい選択ができているのか。過去の過ちはあまりにも重く、自分が信じられなくなっていた。だがラピス君、君のおかげで自分を見つめ直すことができそうだ。私も前に踏み出さないとな。頑張ろうね。この音。レンちゃん、どうしたの？たった今、クロスベル全域を覆っていた通信妨害が解除されたみたい。それって…ああ、いよいよ最後の舞台、その幕開けのようだ。